さあ始まりました、カッサンバイクの部屋です。今日のバイクはですね、ちょっとわかるかな、皆さん伝説のですね RC30 が来てくれました。来たー、来た来た来た。この1987年式87年ということですね。まずこのメーター周りから見てください。これやっぱね NSR のこの僕の88とちょっとね似てるようなパーツがねある。おお、300キロまでですねこのメーターがありますね。14000、15000、16000回転。おお。で僕ら VFR の400はねよくね見たことある。タンクとかもちょっと大柄ですよね。めっちゃ綺麗。まずでも全体像先に見せようかな。もうこの辺ツヤがねテカテカ。 VFR750R ね。やっぱ皆さんこれちゃいます、このアングル。おお、すげえすげえ。この2つ目がねこの年代の時にすげえ僕らに流行ったんですけど、RC30 もう当時ですね、もうこの開発陣の贅の極みをこう投入したと言われる。え、これってマグホイール、これは HRC のマグホイール、HRC のマグホイール。はあ、根掘り葉掘り見ていきますよ。これ NSR50 と似てますね比べたらあかんけど、こうなってんね。これなんて言うんでしたっけ、こういうやつ。うん、あ、プロアームね。見惚れますよね。そうっすね、めっちゃかっこいいっすねやばい。これマフラーは何のマフラー？これも HRC です。あ、これも HRC。 そうか、純正ではなくて純正です。変えてる。なかなかこう原車をちゃんと見ることがないと思うんでね。すごい。これちなみにおいくらで買ったんでしたっけ？おふらくね、お秘密ね。まあまあ夢がある方がいいですね。その辺夢がある方がいいですね。これあれですか？カッサン乗っていいんですか？あ、大丈夫ですよ。やった。ちょっと待ってください。ちょっとワークショーこれ。はいはい。説明しながらちょっとこのヘルメットを取っていきます。そうですね。その間これをちょっと説明する。僕がですか？僕が。伝説級のバイクですよね。当時のホモロゲーション。うん。VFR750、RVF はまだ見たことあったんですけども VFR の方は初めて見ました。前後ホイールとマフラーが HRC で変わられてるってことですね。ノー編集でアップします。ノー編集でRC30 に乗れる日が来るなんて思ってもみなかったそうですね、もう現存もないですしね。大型免許持っててよかった羨ましいです。でかっ。あ、でも軽いです。754。まあそれももちろんタンクがただ座った感じは、はい、座った感じはシートが結構広いですね。多分だから姿勢が結構困る人もいると思う。ああ、そうですね。カッサンでもちょっとって感じですもんね。ただめっちゃ軽い。じゃあちょっとエンジン、はい、エンジンとこうやってもらって、コーストなんで簡単にかかるんですよね。おお。V4 の音が。うまかった。帰ってきました。すごいでもめっちゃ軽いんですよ。おー、めっちゃ軽いんですよ。なんかめっちゃ軽いですね。でもすごいっすねこれ。なんか感動しました30年前のバイクですよね。そうですね。それでこんなにすごかったです。あー、エグかったっすね。横から見た時も、はい、フロントカウルの低さですよね。アッパーカウル本物っていうまずこれ作ることを反対されたらしいですよねこれこの内容でやりすぎやとっていう。だ当時やっぱりそのなんていうか普通の一般の人でもなんかレースに勝てるためのなんか車両をそうそう作るみたいなことですよね。いやー、貴重な体験をさせていただきました。ちょっと RC30 乗っちゃいました。カッサンバイクの部屋ではですね、原付から RC30 まで受け付けてますんで広い我こそはっていう方ですね、ぜひ参加してください。ガッサンチャンネル。